キワキワッキー、森の都のカプセリストワッキー貝山がお送りします。ガチャ動画グーグーガンモの動画がですね、まあまあ皆さんから楽しんでいただいたようでございまして、その流れでですね、今回はど根性ガエルのガチャガチャを紹介しようと思います。もともとはね、1970年代にテレビアニメがスタートしたんですが、1981年のですね、第2弾、新ど根性ガエル、このですね、アニメ化に伴いましてガチャガチャが作られたんではないかということです。まあ、吉沢康美さん原作のね、ぴょん吉とひろしの友情物語、周りはもうドタバタのすごいキャラクターが強いね、皆さんで、なかなか楽しげでしたよね。もうゴリライボって名前もすごい秀逸だと思いますけども、ちょっとど根性ガエルを見ていただきたいと思います。それでは参りましょう。ドン。まずは主人公ひろしですね。はい、イエイっていうひろしとね、への字口のひろしでございますね。T シャツにはですね、ぴょん吉がへばりついておりますね。なかなか躍動感がありますよね。うん、はい、あ、後ろにはですね、少年ジャンプとかね、マルシー吉沢っていうね、作者の版権がついてますけど、ちょっとこう曲がってカプセルに入ってたんでね、猫背気味でね、ひろしです。そして、ぴょん吉です。ね、ぴょん吉の消しゴム見てみたいっていうコメントもありがとうございますね。いいっすよね、このぴょん吉ね。はい、こちら躍動感あるぴょん吉で、こちらはね、はい。もう、接続よくピンとしているぴょん吉って感じがね、して。T シャツのこのね、雰囲気もいいっすわ。ねえ。梅さんです。ででんでんででん。すごいな。顎出てますね。梅さんね。背中のこれね、寿司桶ですね。寿司桶なんかも当時としてはもうかなりの再現率じゃないですか。いいっすよね。酢って書いてますね。寿司の酢なんですよね。梅さんです。よひろしね。梅さんが大好きな京子先生ね。京子先生セクシーですよ。ね、セクシーグラマーな京子先生、ね。当時流行ったミニスカですよね。京子先生。そして出ました。ゴリライモ。ね、お腹にはカタカナでゴって書いてますけど、ね。ゴリラそのもんですね。原作よりもゴリラそのもんじゃないかっていうね、感じがしますけど。もう手の拾い方もいいっすね。よっ。ね、よひろし。ね。ほんとゴリラですね。そして、小文庫のゴロウ。なんかこう、目元がね、ちょっとこう、赤く染まっていた感じがするんですけど、これはちょっとね、その、赤く染まってないような感じのゴロウでちょっとね、雰囲気違うんですけど、ね。まあ、下ペロッと出してますけどね。これはゴロウですね。で、ヒロシの彼女って言っていいんでしょうかね。キョコちゃん。ね、キョコちゃん。髪飾りも可愛いですよ、ほら。ね、キョコちゃんですね。まあ、ヒロシくんたらーってね、言ってそう。いいっすね。こちらはヒロシのお母さん。ヒロシのお母さんまで造形か。ね。ああ、もう、昭和の髪の毛の言い方。ね。着物着てますよ。着物にかっぽうにか。かっぽうに着てんのかな？じゃあ、着物にかっぽうにか。ね。はい、こちらお入りください。みたいな感じで。表情がいいっすよね。はい、ひろしのお母さんです。覚えてますか？これ。ね。みさこちゃんって言ってね。五郎の初恋相手。いや、ここまでラインナップか。ゴロの初恋相手。ね。ミサコちゃん。すごいですね。もう、髪のボリュームが半端ない。この柄物の服なんか、ほんと昭和チックでいいですよね。はい。よくぴょん吉と絡んでいる猫まで立体化されています。これだけゲットしたら、何のキャラクターかわかりませんけどね。これ、ど根性ガエルに出てくる猫です。よくね、ぴょん吉と一緒にいた感じしますよね、こうね。屋根の上かなんかにね、はい。いいんじゃないですか、これ、躍動感あって。ね、今からもう3、40年前のガチャとは思えない。うん、素敵です。同じく1981年ですね、テレビアニメになりました、おじゃまんが山田くんも見ていただこうという。まあ、ど根性ガエルもね、おじゃまんが山田くんもなんとなくこう、下町が舞台になってるようなね、すごくこう似たような
チュエーションの中ね。まあ、それではおじゃまんが山田くん、おじゃまじゃまじゃま、おじゃまじゃまじゃま、おじゃまんがどん。おじゃまんが山田くんはね、ガチャガチャの他にですね、このようにですね、駄菓子屋さんのまあ引きくじみたいな感じでもね、同じものが売り出されていたようです。山田よしお、お父さんですね。もう髪の毛がこれしかありませんけども、下駄履いてますよね。昭和のお父さんですよ。あ、ここにね判件が入ってますけどね、こちらが山田よしおさん。どの表情をくり抜いたんでしょうか ね、山田稲さん母親ね、サザエさんよりもインパクトあるヘアスタイル、ね、びっくりしてますね。学校が受からなくていつもカリカリしている長男の山田茂さん、すんごい顔ですね。キテレツ大百科の弁当さんみたいですけど、ね、長男これですよ。イガグリ頭の次男山田昇くん、ね、すんごいイガグリですね。昭和のヘアスタイルだな。でもこれ一番作りやすそう。なんの山田実さん、ね、穏やかな性格だった気がしますね。確かね、山田実さん。婿養子の山田米男さんね、婿養子ですから肩身が狭いんでしょうか。娘の山田さなえさんね、ねえな、まあ今で言うところのチコちゃんみたいな感じですかね。あの NHK に出てるね、お邪魔犬ですよ。ね、犬に眉毛描いてますけど、お邪魔犬いい表情してる、いい表情してますよね。お邪魔犬ね、いい表情してますよね。浪人生が住んでましたね。これが吉田ね、そしてこれが池田、ちょっとインテリ風なのね、池田ね。そしてこちらが福田ね、福田いい顔してますね。福田ね、におじゃま虫が3匹ということなんですが、なんか顔たらーっとした、確かおじゃま虫ゴキブリなんですよね、これね。CM に入る前にね、こう出てくるおじゃま虫ですよ。で、さらに、ちょっとこう抜けた感じの顔しているおじゃま虫。お。これもう一匹いるらしいんですけどね、ちょっともう一匹がないんでね。それが揃うとフルコンプですかね。まあ、さらにね、はい、お母さん、ヨネコさんっていう方がいらっしゃるようですが、それが造形がされてるかどうかちょっと私わかんないですね。はい。以上でございます。さて、いかがだったでしょうか。1980年代全般のですね、ドタバタギャグアニメ。ちょっとね、ほろりとくるシーンなんかも結構あったんですけどもね。はい。ど根性ガエルとおじゃまんが山田くんを見ていただきました。今後もですね、懐かしのアニメの、キャラクター、ガチャガチャの消しゴムなんかも紹介していきたいと思いますね。よろしくお願いいたします。もちろんチャンネル登録もよろしく、グッドボタンやコメント、そして昭和レトロ風ガチャガチャの発見情報もコメント欄でお待ちしています。それではまた次回。ポケットから小銭を取り出す運動。コインを入れたはずが床に落として素早く拾う運動。神様どうかお願い、あの手